皆さんこんにちは、トモヤです。本日をもちまして私、トモヤの気まぐれな日常のトモヤが25歳を迎えました。本当にね、まあ YouTube やってて何年ぐらいやろな、まあ5年ぐらいはねやってるんですけど、まあなかなかこう思うような結果が出なかったりとか、まあこういったね慣れ初めとかね、僕のことを知らない人もいるので、まあ結構何回も話してるような内容なんですけど、まあここでねこう25歳を迎えたってことで、まあ振り返りの動画と、まあいつもね見ていただいてる方は、まあいつも同じ話してるなぐらいで聞いてくれたら嬉しいですね。まあそんな感じでね、今日は3つぐらいね話していきたいんですけど、まあ YouTube を始めたきっかけと、まあ今後ね YouTube でやっていきたいことと、まあ YouTube をやってね良かったことぐらいかな、その3つをね今日は話していきたいと思います。まずはじめに YouTube を始めた理由がありまして、まあ YouTube を始めた理由は、直近の戦闘代を稼ぐために、まあ自分やったらいけるやろっていうね謎の自信があったんで、他の人とは違うみたいなね、こう19歳とか20歳とかの変なプライドがあったんで、戦闘代ぐらいは稼げるやろなみたいな感じで始めたのがスタートですね。まあユニットバスやったんで風呂ね湯つかれなかったんですよね。でまあ週 2,3 回の銭湯が楽しみだったんですけど、まあ手取り13万で車を持っててね、保険料も月2万とかだったんで、もう残るのが本当に3万の食費代ぐらいだったんで、まあ、そこからちょっと節約して、まあ、ガソリン代をどないかしよっかなぐらいだったんで、まあ、本当にその週1回の銭湯をね楽しみにしてたので、まあ、ちょっとそれぐらいの余裕を持たせたいなと思ってるんですけどね。今ちょっと給料が、まあ、10万以上上がってるので、そこから、まあ、全然余裕はあるんですけど、まあ、本当にそこからのスタートですね。で何よりこの YouTube を始める原動力が、まあ僕はね大学行きたくて、付属校推薦って言って、まあエスカレーター式に行ける制度があったんで、まあその東京の大学に行きたかったんですけど、ちょっとねまあ金銭面的な理由で、まあ就職に切り替えたんですけど、まあ、クラスでも一人ぐらいだったかな、自分だけ就職でしたね。まあ、進学クラスみたいな入ったんですけど、まあ自分だけ就職やって、でまあそこでね、まあちょっとこうみんなに劣等感というか羨ましさもあるんですよね。大学行けんかったらもう負け組やなみたいな感覚がずっとあったんで、実際はね社会人になって、まあ、そんなことないなってことに気づけたんですけど、まあ、その時は、まあ、大学に行かんかったら、まあ、一生苦労するかなとか、職に対しても苦労するなっていうのはずっと思ってたので、野球も失敗したから大学行って他の人よりね成功したいなっていう思いで、このままずっと負けたくないなっていう思いでね、まあ、過ごしてはいたんですけど、結局ね就職に切り替わって、でまあ一人暮らししてお金もなくて、で周りがねストーリーにあげるわけですよ。ちょっといいご飯食べたりとか、こうお酒を飲んで楽しんでる姿がこうインスタのストーリーとかに流れてくるんで、インスタとか実家暮らしやったら全然いい思いできとんのになみたいな考えてしまうのが嫌やったんで、まあ、それやったらもう自分で稼ぎたいなと思ったんで、まあその YouTube を始めましたね。まあ、本当にまあ 2,3 年はお金ずっとなかったですね。でお金ない時に事故したりとかね、お金飛ぶことが起きるんで、もう本当にもうずっとお金なかったですよね 2,3 年は。まあ話は長くなったんですけど、何が言いたいかと言いますと、始めたきっかけはもうお金に困ったことですね。1ヶ月ぐらいね18歳の時にホームレスしたことがあって、まあ、2,3 週間友達の家に泊まらせてもらって、であとはね1週間はインターでポテチ1個とおにぎり1個と水で生活してたんですよね、1週間ぐらい夏場に。そういった思いがあって、お金がないとこんな苦労するんやな、まあ生きてるだけでお金がかかるんやなってことで、食なくても税金とかね支払いとかどんどん来るんで、ちょっとね病みかけた時期もあったんですけど、まあ病むぐらいとも行動したらええやろってことで YouTuber ずっと考えてましたね。副業としてもそうですし、まあ、そっからねいろいろするんですけどね。まあ、YouTube の馴れ初めはそんな感じです。今後 YouTube で目指していきたいこと、26歳までに1万人登録いかんかったらもうやめてしまおうと思っているので、まずはそこを目指したいのと、あとはね将来20代後半で自分のビジネスを持ちたいっていうのがずっと言ってる通りね目標なんで、26歳までに1万人登録いけんかったら、まあ、しばらくは無理やろうなってことで、まあ、集客の問題だけを本当に解決したくて、技術面もそうですけど、まあそれが一番の問題で、前現場監督をしてたんですけど、営業職の人が職場にいたので、
営業の部署みたいなのがあるんですけど、まあ、1回だけね手伝わせてもらったんですけど、なんかね効率悪いなっていうか、8時ぐらいに出勤して外回りで営業かけて電話かけたりとか、こういった自宅訪問とかね、で帰ってって9時10時ぐらいで12時まで仕事してるみたいな、ブラック企業で働いてたんですけど、朝の8時ぐらいから夜の9時ぐらいまで外回り、まあ外で行って、でそっからね書類してる営業の方がいて、まあ、そういうのも効率悪くて、まあ、YouTube を使ったら、まあ、個人のね実力が本当に強くなるなってことで、どうやったらお金持ちになれるかなって考えた時に、やっぱ自分でしていくしかないかなと思って、9割の自営業の人が失敗してるってことは絶対難しいんで、何が足りないのかなと思った時に、やっぱりねこういった人間関係とか、やっぱ人とのつながりがやっぱ一番欠けてるところなのかなって、まあ1年2年経ったら本当にどこも変わらなくなるんで、そのサービスの質とかは、それよりもやっぱね本当に人って大事なんやなっていうのを気づかされたのが、まあ前の職でしたね。 YouTube を使ってしたいのは、こういった自分を応援してくれてる人をたくさん作って、皆さんに求められるものを提供して、こういったね自分も将来豊かになりたいなと、まあ20代のうちに、まあこういったお金に困った時期があったんで、まあ、お金の問題を解決したいなと思って、いっぱい稼ぎたいなと思って、まだね結果出なくても続けてますね。やっぱりねお金が集まればそこからがスタートかなと思ってるんで、まあ、お金の使い方とかも勉強していってますしね、結構こう準備はしているつもりですけど、まだまだ準備しないといけないので調べたりとかね、そんな感じで上を目指していきたいですね。24歳を振り返ってなんですけど、まあほぼほぼ変わらずの1年でしたね。そんなになんか特別なことをしたわけでもなく、なんか今やっていることを継続していって、まあ、自分の財産にしようかなと思いましたね。まあ、財産って言ったら大げさですけど、一回ね職に困った時に、お金に困った時に、社長になったら金持ちになれるんかなって勘違いしてて、どういう手段でこうお金を稼ぐかなっていうのを調べた時に全くわからなかったんで、結局はねこう就職するっていう道を選んだんですけど、まあそれっぽっちの価値しかないなってことで、ちょっと自分の評価をね上げすぎたっていうのがあるんですけど、まあそこでこう自分に足りないものを補うためにね本読んだりとか、あとは趣味でね格闘技したりとかゴルフしたりとか、あとはこう野球、まあ本当にたまにしたりとかね、 YouTube 活動を続けていったりとか、今自分はね大したことないんですけど、自分でできる範囲をね頑張ってきたっていう感じですね。そんな24歳でしたね。まあ、仕事もね、まあ、人間関係よくやらせてもらってるんで、まあ、揉め事とかもありますけどね、結局辞めてないってことはね、いい職場で巡り合えてと思ってますし、生活できてるのは周りの皆さんのおかげなんで、本当に恵まれてましたね。そう感じる24歳でした。まあ他にもね、言いたいことありますけど、めっちゃ長くなっちゃうんで、今回はね、3つ。まあ YouTube を始めたのは、まあお金に困った。ホームレス期間があって1ヶ月だけ。その20代のうちに、お金の問題だけをね解決したいなと思ったのが1個で、2個目ですね、今後していきたいことは、まず26歳まで1万人登録で、将来自分のビジネスを作るための準備で、3つ目ですね、24歳を振り返っては、まあ、本当に変わらずコツコツ継続した24歳でしたね。これ3つです。そんな感じで、まあグダグダ話したんですけど、自分まだまだなんで、もっともっとね応援していただいたら嬉しいですし、もっともっとね成長していかないといけないので、もう本当に直せる範囲は頑張って直したいと思いますしね、まあ、無理な範囲はちょっと諦めることもあると思うんですけど、そんな感じでね25歳も頑張っていきたいと思いますので、どうぞね、ともやの気まぐれな日常をよろしくお願いします。